こんにちは、リノアちゃん。メッセージありがとうございます。じゃあズームライブの予定立てましょうかね。でリノアちゃんはあのマヤの占いをやっていて、あとメールマガジンも定期的に出されてますよね。まあ、その中でビジネスを成り立たせているわけなんですけども、やっぱりねリノアちゃんとの付き合いっていうのは長いですよね。本当に私が速稼塾を始めてすぐぐらいだったんで、2013年からだったと思います。最もお付き合いの長い関係だと言ってもいいかもしれません。そしてね今でもねとっても可愛いですね。これからもよろしくお願いします。それではズームの日程とかをねすり合わせていきましょう。2月中はちょっと難しいんですよ。実はもういっぱいいっぱい入っちゃってるんでね。だから3月のもう1人目ということにならないですかね。3月でいかがでしょうか。テーマなどいろいろとその間に練り込んでいきましょう。それではまた会いましょう。失礼します。